といい感じで流れて組み上げれると思ったんだけどいっぱいいっぱいやったっすよ。それはまあ単純に体とか自転車とか考えると、セッティングかな。やっぱ新車の分が、まあ、微調整してまたさらに上積みがありそう。まあなんとも言えないですけど、いい感じをつかめる。まくられてないし、どっから来たんすかね。キグレと浅井3コーナーぐらい、2コーナーでも仕掛けよったっすね。いや浅井がもう1コーナー前ぐらいから来てて、まあ、まだ踏んでない。で、ここが1人だったからですね。ただじわーっと来て、で小野さんがこうちょうど仕事するかしないかが3コーナー過ぎぐらい。強いっすね相手も。やっぱり粘り強いからね。いや久しぶりにバック取った。なるほど。今日みたいな曲は結構 G1 の初戦ってこんな感じ多いですね。そんなことないですよ。なんか出し切るレコードより前に名古屋です。名古屋3着でよかったし、コーナー回った時はまだ逃げ切れるかなと思ったけど、まあやっぱり来ますね。それぐらいのレースができてるぐらいですね。まあ悪くはなかったから別に普通ぐらいにはなってたから。だからこれぐらいやって普通と言ってもいいよ。決勝乗ってもらいますよ。まあ明日飛ばないように。いい走りやったんすね。いい走りやったわ。もうさっさ一人でかましてこいよとか思って。毎回ああいう人にたらすぐ特別取れるよ。うん、でしょ。やっとそういう気持ちとあれが戻ってきてますから。おっ、もうほら離れたったけど、おわっと思ったろ。いけるって。ああって。強化に入れたら集団だった木村さんがあれまくれないとこあいてかぶったの。いや、かぶったってか、でももう爪に手のひつだったもん。いや、危ないでしょ。危ない。粘るのは大変で切られてなきゃいけないから一回空いてるんでしょ。僕は結構逃がしたら今どうしようかなって逃げない。一人で無理やり来て、一人で来て、頑張って。すごかった、天候。で、ケツ下ろした時に、いつもならもっと流れて、楽にスッといけるのに、スピードが止まったような。最近、塩ランってちょっとあれ、すぐそれ、足じゃない。足じゃない、なんかセッティング込みで、足が回らんかった。天候の体の使い方があるよ。ペースは良かったなと思って、もう一回より踏み上がらなかっただけで。成功したらいいね。で、成功。いや、もう、小野さん一緒。使える。残せる。確かに今回はもう全部はそれ任せることになるからね。一緒になることはやっぱ決勝しかないって。もし一緒だったらお前前やろ。どうせもうダメな方が前に行ったらいいじゃん。それでもいい。ダメな方だ。明日終わるって俺。知るけ。俺バックホースゼロやけ。馬使んやか。2日目注目していた特選、一着権利だったんですけれども、熊本の松岡隆久、インタビューご覧いただいたように、男気あふれるレースで、番手の小野俊之が、シャイニングスター賞に進出。松岡は新車だったんですけれども、まあ、ちょっとセッティング合わせてさらにこうかかりを良くしたいなというようなところを言っております。かなりやれそうな感じ。ちょっとまあ二乗線違うんですけれども、深谷と一緒でもやれるんじゃないかみたいなことを強気にずっと言っておりまして、楽しみな、二乗線は6レース、一緒にいたのが郷島澄で、熊本で2人の連携となります。二乗線6レース、
まずは松岡、高久、郷島、沢美の7番、3番、熊本コンビに、徳島の堤博士、これ徳島でちょっと2人いるんですけれども分かれる形になります。で5番、1番、8番は藤木豊、村上博之、そしてその後ろに室井健一という形で518、村上博之が攻守ともに、面倒を見てこんなに強くなった藤木と連携して、二条戦突破を目論む。そして松坂陽平には飯島の隆起、芦澤大輔、このラインも強力そのものですよね。924、本当に見応えある G1 の二条戦だなという感じの強力対決。やはり狙いは松岡、高久、やはり藤木と松坂陽平はここはどうしても先行したい、やり合う流れになると。そして、まあ、そこに、道場があふれる松岡が一発まくり、まあ、かましでもいいですし、仕掛けは早めでもためてでも松岡が突っ込む。そして、まあ、ゴーシュ離れることもないですし、今回は絶好調、岐阜も、相性抜群、まあ、折り返しとも合わせて7番3番から、まあ、相手は簡単に絞って1、2、4、6、全部でも8点なんですよね。まあ、配当的にはそんなに7番3番から1番2番ではつかないんですけれども、まあ4番線の足澤なんか面白いんじゃないか、7番3番からちょっと面白いのが4番という形で狙いたいと思います。